いつもご視聴いただきましてありがとうございます。今回はこちらトラックの荷台にかけるブルーシートですね。はい、こちら手作りなんですが、やはりねどうしても穴が開いてきてしまうので、これねちょっと補修していかないと、水が溜まると、はい、ね当然下に染み込んで、まあ下のね、材料とか道具にかかってしまいますんで、これをねちょっと直していきたいと思います。はい、直す方法はね、まずねこれ一回中にこれライトを入れて、そしてねちょっと今見えてると思いますけどもね、こんな感じでね白くなってるところ、例えばこういう部分もそうでしょうかね。はい、今ね中にライトを入れてるので、はい、ねライトの光が漏れてるところは、穴が開いてるというふうに判断して、ちょっとねこちらエースクロステープ011、まあ黒いやつで今ね統一してますんで、黒を貼っていきたいと思います。ではねまずね作業するときにはもうライト消した方がいいと思いますんで、ライトをまず消しましょうね。こんな感じで、はいね、全部ライト消しますよ。はい、消します。はいね、こんな感じでどうでしょうかね。中にねこんな感じで今ライト、はい、ね充電式のこのマキタとか廃光器の、あとね互換のね、これマキタさん互換の電池が使えるライトということでね、まずね中にこういう風にしてライトを入れることで、はいね穴の位置がよくわかるということで、まずねこれ、まあ、ここもそうでしょうね。こんな感じでまずこれ確実に穴ですね。ね、そして今こういう形でね少しずつチェックしながら、ここもまずそうでしょうねと。ね、で今一番大きいところちょっと発見しましたけれども、これですね。はい、ちょっとね中にちょっとカゴがあるんですが、はいね見てください。これ確実に穴だと思いますよね。ここに水が溜まれば確実に下に入ってきますね。っていう感じでね、今この白い部分が、確実に水漏れるところなんで、これをね徹底的にちょっと処置していこうというところになりますね。下にライトを入れることでよりね穴の位置わかるのかなというふうに思います、ね。はい、どうしてもね折れ目がつくところ、折れるところ、今ねここもそうでしょうね。ここがやっぱり、傷んでくるというふうに、ね、なりますんで、はい、ね本当はねテント屋さんにいいのを作ってもらえばいいんでしょうけれどもね、おそらく、まあそんな1万2万じゃできないでしょうということでね、自作でちょっとやってみましたけど、やっているんですけれどもね、やっぱりねどうしても穴が開いてきてしまうと、穴が開いてきてしまって水が溜まる、水が溜まるとやっぱりね、じわーっと染み込んでくるということになりますね。とにかく今ね、一番ちょっと大きなところこの辺かなっていうところでね、この辺かなっていうところで今いろいろとねやってましたけども、まあちょっとね、今畳むにあたって、少しずつねチェックしていって、そして、このエースクロステープね、はい、こう見るとこれここもね穴開いてるのがよくわかりますよね。はいね、とにかく穴開いてるところは全部補修して、そしてまあ折りたたむというふうにしたいと思います。はい、ではね、あのシートを補修するときには下にねライトかなんか当てて、ちょっと光が漏れるところをテープ貼っておくという流れがいいのかなと思います、ね、この辺いっぱいあるからね、ちょっともう本当に、このねエースクロステープ1本じゃ足りないのかもしれませんけどもね、まあ、このところちょっと雨が続いて、若干ね染みてきてるっていうのが分かりましたので、はいね、まずね材料とか道具には雨水かからないようにと
というところで、シートはね大事にこうね補強、まあ補修というかね、場合によってはねしっかりした、まあこれ今多分3000番とかっていうタイプなんでしょうかね、こちらのよりもっと厚いやつ4000番とかっていうんでしょうかね、そちらのやつでまたね作るか、まあ自分で作るか作ってもらうかというようになろうかなと思います。はいね、ということで一回電気つけましょうかね。はい、ということでシートの修理、ブルーシートの修理の動画終了となります。以上、ご視聴ありがとうございました。